Exigaは、スバルが製造、販売していた7人乗り乗用車である。生産は、レガシーやインプレッサ同様、同社屋島工場。ミニバンモデルのExigaとしては2008年6月から2015年3月まで製造され、同年4月にはミニバンから大きく路線変更し、大幅改良を施したクロスオーバー SUV モデルのExiga Crossover 7が発売され、2018年まで販売された。本項では、そのExiga Crossover 7についても便宜上併記する。スバルでは、かつてドミンゴやトラビックとして7人乗りの車種を販売していたが、ドミンゴについてはサンバーの排気量拡大版、トラビックについては初代オペルザフィーラの OEM であった。そこで東京モーターショーなどでコンセプトカーという形で何度か提案をし、その流れを汲み、水平対向エンジンやオードなど、スバルの特徴を強く表した自社開発の多人数乗り乗用車として開発されたのが、Exigaである。スバルはこのExigaで日本国内向けとしては2004年11月にトラビックが販売中止になって以来約3年半ぶりに多人数乗りの乗用車を取り扱うことになった。なお、広告等においては当初はミニバンではなく多人数乗り車と称していたが2012年7月の年次改良以降はぶつからないミニバンというキャッチコピーを展開。2015年4月にExigaと入れ替えで発売された派生モデルExiga Crossover 7では足回りや外観デザインなどが変更されてクロスオーバー SUV となった。3代目インプレッサ、2代目フォレスターと同様に SI シャシーを採用しプラットフォームをはじめとした部品の約 50% をレガシーと共有している。発売当初は燃料高騰やリーマンショックなどが重なり売れ行きは伸び悩んでいたが、エコカー減税の開始、他車種同様スバルの年次改良によって、年を追うごとに完成度が高くなり、売れ行きが回復している。当初、日本のみで販売されていたが、2009年11月にオーストラリアにて、リバティの派生モデルという位置づけで、リバティExigaとして投入された。また、インドネシアなど一部のアジア諸国でも販売されていたが、2017年現在は日本でのみ販売していた。2009年より衝突防止機能のiサイトを装着したモデルが設定された。Exiga編集、オーストラリア向けリバティExiga Crossover 7、編集インテリア社名のExigaはエキサイティング、アクティブの意味を込めた造語である。ありがとうございます。